幸せあふれる未来からやってきたパンダ。白浜にもたくさんのスマイルがあることを知り興味津々。今回はどんなスマイルと出会うかな。さあ飛び出そう、白浜スマイルアドベンチャー。今日もたくさんの白浜の魅力紹介するで。まず私のおすすめはフィッシャーマンズワーフ白浜。いっぱいおすすめがあるから、じゃあ行こっか。じゃあまずフィッシャーマンズワーフの中でダイビングが楽しめるスポットを紹介するね。すいません。はい。ここのダイビングの魅力を教えてください。はい、白浜のダイビングは黒潮による豊富な熱帯魚と沈没船のコラボレーションが見れるダイビングスポットです。一年中ダイビングが楽しめますし、大阪からすぐ近くでニモやドリーなどの熱帯魚も楽しめます。そうなんですね。私潜ったことないので、ここでもダイビングしてみたいです。ぜひ一度やってみてください。ここのおすすめは何ですか？今だとね、イサギなんですけども、今四季折々いろんなものを漁師が釣ってきたものを直接食べてもらうと、そんな形です。そうなんですね、はい。じゃあここの水槽に入ってる魚ってもしかして？そうです、今日のイサギとかね、ちょっとシーズンなので、それをもう釣りたてのものを食べていただく、そんな形でやってます。本当に新鮮なんですね。めちゃめちゃ新鮮ですよ。なんだかお腹が空いてきちゃいました。ここでしか味わえない料理があるって聞いたんですけど、おすすめは何ですか？そうですね、1階の市場から上がってくる新鮮な魚を使ったお寿司とか、午前和食の定食になります。美味しそうですね。また食べに行きたいです。ぜひお越しください。今日はありがとうございました。たくさん魅力知れました。こちらこそどうもありがとうございました。この近くに、地ビール作ってる工場があるんですけど、ご存知ですか？知らないです。ぜひ一度行ってみてください。じゃあこの後行ってみますね。はい、またぜひお越しください。ありがとうございます。ありがとうございました。ここがさっき聞いた渚ビール工場か。どうやって地ビールが作られてるか気になるね。ようこそ渚ビールへ。私たち渚ビール工場の魅力が知りたくて来ました。ぜひここのビールの魅力について教えてください。はい、渚ビールは1996年に白浜で生まれました。今年で創業24年を迎えまして、5年前にこちらの磯木公園の中の工場に移転してまいりました。ビールは現在のところ4種類のレギュラービールと、あと季節に応じて限定のビールをお作りしております。で、ビールの中でもみかんエールというビールがあるんですけれども、そちらは和歌山県のみかんジュースとみかんの皮を原料に使ったビールでございまして、爽やかでとても人気のあるビールです。そうなんですね。たくさんのこだわりだったり、いろんな思いの詰まったビールなんですね。そうですね。でこだわりの中の一つとして、こちらの地元の
富田の水というミネラルウォーターがあるんですけれども、そちらを仕込み水に使用しておりまして、非常にまろやかなお味を出させていただいております。このなぎさビール、ネットでも買えるって聞いたんですけど。はい、ホームページがございまして、そちらからお求めいただくことが可能でございます。そうなんですね。自宅でも白浜の気分が味わえるって最高ですね。先ほど紹介していただいたビールってどうやって作られてるんですか？こちらの工場で麦芽とホップと、あとお水を使って作っていきます。仕込みと発酵の工程に大きく分けられるんですけれども、まず最初に麦芽を粉砕してあげて、その粉砕した麦芽をお湯と混ぜていって、で麦芽から取れる、甘い麦のジュースを取っていきます。で甘い麦のジュースにホップを加えて煮込むことによって、ビールの苦味であったり華やかな香りをつけていきます。で出来上がった甘苦い麦の、エキスを、麦汁と言います。その麦汁をこちらから見える並んでるタンク、発酵タンクに移していって、ビール酵母菌を加えていきます。ビール酵母菌は麦汁の甘み、糖分を食べてアルコールと炭酸を作ってくれて、その麦芽の甘みがどんどん発酵によってなくなっていって、最終的にビールの味に仕上がっていきます。ビールの作り方は初めて知りました。今日は地ビールについてたくさん教えていただきありがとうございました。ありがとうございます。